最初の頃は道頓堀にザザ中昔の中座の後にビルがそこの地下にホールがありました、そこで、最初の方やって頼まれてやっておりましたけど、やってる途中からね緊急事態になって、道頓堀だけは誰も入ったらいけない。それ門町あたりとね、あのあたりも一切人の出入りはダメですという、その状態でも私はやったんですやってましたね。どういうことやったんやろうと思って、本当にお客さん一人とかね、そうですね、もう二人とかありました。ゼロの次もありました、はい、でもやりました。ゼロでもやりました。ゼロでもやりました。練習もできるしねとか言いながら、僕はねゼロでも見えてました。お客さんのね、ゼロのお客さん、客席ゼロでも僕お客さんの姿が見えた。で、それがどうです、うん、こうやって今日いらっしゃる。そうなんですよ。私の念が通ったわけでございます。はい、それでは1曲目でございますけども、はい、まどかひろしさんですね。森まさこさんが歌ったんですね。はい、まどかひろしさんね、2人とのご縁がありまして、隣の人間ココホさん別々に。ね、まどかひろしさんがまだ有名じゃない時に私の電話線の四畳半に訪ねてきたこともあったんですよ。そうですか。もうね、いうこともありまして、越冬ツアーです。Thank you.
か前に隣の人間国宝を言ってテレビで来たことがありまして、まどかひろしさんが来て、はい、たまたま通りがかったということで、はい、ほんでじゃあもうぼちぼちまどかさん来ますからね連絡があったんですね。前もってね。太鼓とかラッパ出してきて、はい、ほんでまどかさんが私らの伴奏で歌って、すごいじゃないですか。噂で商店街 で、 でそれに合わせて。ふーちゃんが踊った。あら、そんなことあったんですね。これええなーって、いつもコンサートの時に来てもらおうかない。全部生まれたいな言ってましたね。あれから5年ありがとうございます。これ呼ばれることになる。そんなこともありましたね。放送で流れてました。まどかさんの作った、はい、原作ですね。原作ですね、はい、この季節にぴったりの歌でございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。まあ、私たちはね、あの日本海側と言いますと、はい、割と富山の方にはね、あ、まあ、そうです、毎年しょっちゅうというか、はい、まあ、年に1回は必ず行っておってわけでございますね。で、あんまり他はね、あんまり行くこと、まあ、秋田の方でね、何祭りやったかな、秋田の方も行ったことあるの。そうなんですね。あるん。山形のね、坂田どんしゃん祭り、坂田市言うてね、ああ、昔船がこう、坂田市のどんしゃん祭りか、あれ山形か、あれ山形、そんなことありました。あんまりね、行くことないんですけど、ある時に、敦賀の方にね、敦賀の港の方に呼んでいただきました。はい、その時は、誰の口添えかと言いますと、落語家さんの桂花團治、こういうことがあるか言ってくれないかと言いまして連絡を取ってくれました。それはね、あそこの敦賀にね、気比神宮で空気の木に比例の比べる気比大神宮というのがありまして、非常にもうそれこそね、奈良時代の前から飛鳥時代からあるような神社でございまして、その言われもね古すぎて、もう一つのね5世紀あたりのことはよくわからないそうでございますけど、とにかく大きな鳥居がある気比神宮、そこの氏子総代から、ほんで気比神宮の氏子さんの集まりだった。それを大宴会をするか、もちろんコロナの前でございますけど、車に乗って伺わせていただきました。で、話に聞くと、なんで桂花團治かというのと、花團治の師匠というのが、桂春蝶さん、まあ、今の春蝶さんのお父さんですね。よくテレビも出ておりまして、あの痩せてあのお骨の生焼き屋とか言われて、非常にあの人気のあったワイドショーの司会もされております、桂春蝶さん。その桂春蝶さんのごひいき、まあ、パトロンのお一人ですけども、それが気比神宮の氏子総代の会社の社長さんです。で、その方がもうなんか本当にね、春蝶さんが何か悩みがあったらそこの氏子総代に電話をしたり、で用もないのにそこに泊まりに行ったりしてたそうでございます。もちろん落語会も時折あったそうでございますけど、まあ、春蝶さん亡くなって花團治に声がかかって、こういう宴会、集会、式典をするから来てくれ、地元のもう小学校の体育館みたいなところであったわけでございますけども、ね、本当にね、その時に私がね、そういう主席でこう、ね、宴会をやってて、そこで舞台に上がってやるんでございますけども、非常にそういう場所で気比神宮の氏子総代ということで、非常に私らもね、頑張らなあかんと思ってやりました。で、すごいのはね、よくホテルの出前といいますか、コックさんが来てこう料理出したりしますわね。その中に氏子総代の人はね、やっぱり駅前にいつもある有名な屋台のラーメンというのがあって、本当にリアカー引いてで、それをね、もうフランス料理とかに並んでるところの会場の隅の方にね、わざわざ屋台のラーメンのおっちゃんを呼んで、リアカーごと呼んで、ほんで小学校の体育館の片隅に屋台のラーメンが来て、非常に粋な計らいで、これはもう香りがいいんですよ、醤油の香りがね。それをね、食べなあかん食べなあかんと思いながら
結構ね人気があって食べられなかった。野菜人気でしょうね。そういうお祭りがあって行ったわけでございますけど、そこはですね、昔はこういうあちらの船がやってきたりとかいうような文化の古代からの歴史があるんですけど、やっぱりカニの方がね有名でございまして、僕は本当にね子供の頃からカニを食べるといったら、家ちょっとした金持ちでしたから、タラバガニ専門、タラバガニ、タラバガニ、越前ガニと違ったんだ。なんか種類が違うんですけど、でも北海道がなんかのタラバガニを食べる感じですけども、でその時はシーズンが違ったからカニを食べずに帰ってきたんですけども、また来ることがあったらいいなと思ったら、また機会がございました。そんな話は次のステージでございます。それでは次の曲が、今日のお客様のお一人からのリクエストで、やらせていただきます。365日の紙飛行機。
音通信社さんと一緒に録音して、あ、そうやった、出版させてもらった曲なんですよ。スタンドアップできたんですよ。あんなにやっぱ入ってました。入ってますよ、もちろん。その録音の後、ここでもやりましたから。慌ただしかったね。そうですよね、今年はね、アルバムもたくさん出させていただいたし、ダウンロードも。はい、良かったですね。はい、良かったです。皆さんのおかげでございます。ありがとう。青木みかさんでございます。はい、ありがとうございます。手肘神宮の方に呼ばれて、はい、鶴田手肘、はい、行きましたけども、お2回目はね、数年前で、まあ、コロナの前でございますけど、はい、大阪のベテランの漫才の方で、若いボン・ハヤトという方がいらっしゃいました。はいはい、横山康司、西川清さんというのが双璧だったんですけども、はい、まあ、ハヤトさんもちょっとあのように聞かれました。若いボンさんというのが元気でやってます。でその方がね、一人でも芸をするし、それからね、座持ちがうまいということ で、ね、いろんなパトロンの社長を、はい、自分のネットワークにあるわけでございます。でその中の一人がその敦賀の方で、もうあらゆることを取り仕切って産業をやってる社長がいまして、あらゆることを、もう、まあ、もちろん小さなところで言えば地元のタクシーからね、それから工場も持ってるし、それからいろんな産業を一手にやられてる造船業だとか、もうその社長が年に1回年末に社員とお取引先のために忘年会をされるんです。でそれを毎年毎年若いボン師匠というのが呼ばれていってて、いつも司会をしたり歌を歌ったりゲストを連れて行ったり、大体ゲストを連れて行く、自分の知り合いの漫才とかね。で終わった後は社長のお供をして、スナックのはしごとかそのラウンジのはしごとして朝までの泊まっていくやつ、泊まって帰るそうなんですけど、でそれでもう前1年も前から予約で林くん行ってくれるかって言って、でどこでも行きますよ言ってね、行ってその敦賀に行きました。だからね、もう敦賀って言ったら昼間はシーンとした街なんです。ほんでその宴会場で、こんなところでどんな宴会するかなので、宴会場ももう本当にね、結婚式場みたいなの貸し切りで、大変な規模のパーティーだったんです。びっくりしたのは、ステージの上にね、とにかくこの抽選会の景品がずらーっと、舞台で何かやろうにも、とにかく大型のテレビですか、それから電動の自転車とか、それがずらーっとあって、もう居場所がないぐらい。ほんでそういうものが社員の方々に抽選会が当たるんです。ほんでパーティーが始まって、で若い盆師匠はちょっと司会をしたりして、ほんで私らの出番があって、ほんでいろいろありましてね、ほんでいよいよ終わりましたと。車で行って車で帰るんですけども、お前らようやってくれたと、悪いけど荷物になってごめんな、荷物になってごめんやけど、これ車やったら持って帰れるやろう言って、その越前ガニ、あ、カニを、いよいよカニのタグ付きっていうやつがブランコのカニのハサミのとこ番号が売って、はい、だから そこらのカニはないわけ、身がぎっしり入ってる、はいはい、そのタグ付きのカニを一人一箱、よく発泡スチロールの箱がありますやん、あれを一人一箱、5箱もらって1杯じゃなくて5箱、5箱。ほんでね、何も最初かまさかそんなカニをもらってるとは知らないから、あ、なんか生臭いなと思いながらなんか海鮮添え合わせとか、なんか干物かなんかが入ってるなと思って、大阪着いて開けてびっくり、うわ、開けてびっくり、たばてがもうびっくりしてね、ほんでそんなカニ食べたことはどうやって食べたらいいんかわからない。でこれで近所の人に聞いた、これはもうパリンと割って、もう割ってね、このカニ味噌も食べて、ところがね、一人で食べきれないんです。でうちのメンバーにも電話をしてね、これ日が経ったらあかんし、取りに来てや取りに来てやって言って、もナナちゃんとかにもあげて、ナナちゃんで、いや言っちゃいますね。人に分けても分けてもまだ食べきれない。こんなカニ3匹も食べられへんなとか、3杯入ってましたか、こんな。そうそう、
で一人で3匹は食べられない。一箱にだいたい6匹入ってる。あ、そうなんだ。6匹も入ってたら、それ入ってよう、こんだけのプレゼントくれるな思ってね。ほんでも食べてね、こういうものはちょこっとあるから値打ちがあるんですね。これをね、食べても食べてもまだあるかって言って、身がいっぱいあって、だんだんとね、食べてるとね、あちこちに人間っていうのは本当に、ね、やっぱり美味しいものはちょこっと、ウニでもそうです、ちょこっと食べる。これはもう丼いっぱい食べるんですよ。もっと人に分けたらよかったなと思いながら、自分でも食い意地が張ってるから、やっぱり一生懸命食べましたけどね。やっぱそのあれから毎年呼んでほしいなと思ったけど、あれからもう一回も呼ばれない。やっぱり毎年違う余興の人が来るんですね。今年はマジックの人が行くとか、歌い手さんが行くとかあるんでしょうけど、そういう値打ちのものの食べる量っていうのを思い出しましたけど、もちろん風というのがありますね。私名古屋の方で、私の知り合いの社長さんがおりまして、私をね、ちょっとたまにはフグでも食べに行こうって言って、で名古屋にね、博多という名前の料亭があるんですよ、超一流の。そこに、こんなとこでって言って、フグのコース料理、もう大料亭で、おかみさん付きっきり12畳の部屋に、僕らその社長3人広い部屋に真ん中でポツンとね、おかみさん付きっきりで、でもう鉄砂っていうのがあって、これ自慢話じゃないですよ、これ自慢話じゃなくてね、実際鉄砂っていったら薄く切ったやつが、この大きなお皿にこう、なんと魚の鱗のようにこう、お皿の模様が見えるようにね。で名古屋博多の方、その細かいネギがあるね、博多ネギ、はい、それをバーッとまぶしてある。それをね、一切れずつこう食べてたんですけど、食べても食べても減らないんですよ。ほらかんない、これ食うてまわないと次鍋も食べられへんっていうので、しまいにはその鉄砂をね、こう寄せ集めて雪だるまみたいに団子にして丸くして食べて、それでも食べきれなかった。しっかりしてるから。ほんでそんなことをしてるうちに、僕はもう鉄砂を食べたいと思わなくなった。おかげでよかったなと、あんまりもう人が食べてたら、ああそうか鉄砂かと思って。もう一回それ経験してる。スーパーで売ってるけど、あ、こんなちょこっとなんか食べてもしゃあないなと。僕はもう記憶力がずっと残ってるから、あんだけもう一生分食べたなと。思い出だけでもう十分。でその時3人で食べて、これもう下世話な話で申し訳ないですけど、ママさん、おかみさんがね、それでお勘定お願いしますって、ね、伝票持ってたら、なんぼやったね、30万円でございます、ね、1人10万円。そう書いて、その社長のわしづかみしてポンと渡したけど、もう二度とないと思うけど、僕もう二度とそんなに鉄砂は食べたくない。おかげさんで僕はもういつ死んでも悔いはないというね。そういうのいただいたことで、私はもう欲がなくなったし、あとは世の中にどんどん奉仕してないかと思っております。そういうお話でございます。なんか敦賀からちょっと博多に飛びました。それでは娘のふみかの踊りでございます。Thank you.
りになりました。金とかフグとかねありましたけども、まあ、今日はですねここでちょっと思考を変えて、発達心理学ですね子どもの言語の認識と音楽との関係についてちょっと考えてみたいということで、まあ、日本語はあいうえとかいろはにほえとですけど、英語だと ABCDEFG これをね歌に乗せて覚えるそうでございます。向こうでは僕は子供の頃英語は習ったことないし、中学校で習う時に別に先生から歌いながら覚えなさいとか言われたことないんですけど、まあ本当は歌メロディーがあると覚えやすいそうですね。こうやって ABCDEFGHIJKLMP この LNOP というのが重要な問題で、日本語だと LMNOP でこれを言ってるようではアメリカの英語、ヨーロッパの英語耳に入らない LNOP。 LNOP の次はですね QRSこの大の66歳がねもうつっかいもっかい歌ってるじゃダメなんでございます。 でもまあ英語の方はいいとして、日本語ですね、日本語にもメロディーつけなあかんなと思って、今ないわけです。あいうえもいろはもで考えたらね、私が立命館大学に行って応援団の歌ね、海軍校歌ずんどこ節が合うということに気がついたわけでございます。これだったら、世界中の人に日本語を教えるのにね、アメリカ人もデンマーク人もカナダ人もこのズンドゴムシと一緒にあいうえおを教えようと、例えばこんな感じ、伴奏人ね、こんな感じです。私が一回言いますから、その次みんなに言いますね。私ね、太鼓で生やしますから、ずんどこ節で歩みをしましょうか。はい、それではせーの。これはね、涅槃経というね聖書、もう1000年以上前から伝わるね、弘法大師が作ったとも言われておりますけども、諸行無常の諸行無常や諸行無常の響きありっていう感じでね。祇園精舎の鐘の音、この鐘の声、諸行無常の響きありや。色は匂いどちりぬ。それではもう青木さんがいきなり行きますから、それではずんどくさん、はい、お願いしますので、ありがとうございます。とにかく最後お客様も一緒にずんどくさんをつけて終わりましょうか。こちら行きますよ。ずんどくさんでいろはにほへと、せーの。
先ほどの会の説明をさせていただきますと、私が住み込みをしているところへネズミが出てしまった。まあね、私も居候の身なんでネズミが出てきても一緒に暮らそうかと思ったんですけれども、はい、やっぱり走り回る音はうるさんでかなわへんということで、ネズミを追い出すには猫、猫が必要ということでね、猫がたくさん来ますようにという祈りを込めた猫の問答猫の問答でございます、はい、猫さんにしてもらって、はい、ネズミを退治してもらう、名付けてにゃんまわし問答。にゃんまわし問答、はい、一体何のことか分かりませんね。あ、そうですか。先ほどはね、はい、だいたい5匹まで行きました、はい、今度は6匹目から行きましょうか。はい、そうですね。ではやらせていただきます。猫6匹とかけまして、6匹とかけまして、はい、臨機した時に持つところともらいます。臨機をした時に持つところ、はい、焼き餅ですか、はい、そうです。臨機した時に持つところ、これあげましょう。はい、それはむにゃぐらつかむ。むにゃぐらつかむ、むにゃぐらつかむ、むなぐらか。なるほどなるほど、うまいこと言いましたね。あと要されてますな。いや、私は要請してません。そんなことしたこともないですね。はい、それでは6匹から、次は7です。7ですか。猫7匹とかけまして、7匹とかけまして、はい、大阪では天王寺、東京では浅草、観音さんへ行くあれでございます。ああ、観音さんへ行くあれとかけますか。はい、それをあげます。はい、その心はひにゃん参り。ひにゃん参り、はい、ひにゃん参り、それを言うなら彼岸参りや。あ、ちょっとちゃうか。ね、それも猫にかけてひにゃん参りね。さあ、次は、はい、次はね、8いきますよ。8、猫8匹とかけまして、猫8匹とかけまして、はい、猫8匹とかけまして、あれや、男山入り屋といえばという、はい、男山入り屋、入り屋、はい、東京の入り屋、東京の宮城、宮城県の入り屋いろんなところにあるから、ね、男山入り屋とか、はい、じゃあそれあげましょう、イリア。それは、ハチニャンさん。ハチニャンさん。はい。それはイリア八万ということやね。そういうことですか。はい、大阪であんまり見たことないけど、イリア八ニャンさん。わかったわかった。八匹わかった。じゃあ9匹いきましょう。9匹いきます。猫9匹とかけまして。はい、9匹とかけまして。おでんの中に入っているもの。おでんの中に入っているもの。ああ、なるほど。それあげましょう。はい、その心は、こんにゃく。こんにゃく。はい、こんにゃく。こんにゃくで、猫のにゃーと。で、それを今夜食べようというね。あ、いろいろうまいこと言いましたね。で、9匹まで行きましたけど、この後は。でもね、そんなまだまだこんなんでは来ませんわ。こんなんか。こんなんでは来ませんのでね、もう次はいよいよ。うん。次はね、いよいよ。いよいよ何？そう。あの、千匹呼ばな。千匹も。猫千匹。猫千匹とかけまして。千匹とかけまして。はい、ちょっとあんたあっち向いてんか。あっち向いて。はい。ね、千にゃんかーと。千にゃんこ。千にゃんか。背中でございます。背中か、もう分かった分かった、はい、そんなにそうか。いや、もうまだまだね、まだまだ、もうこれな、猫一辺に来てもらう。一辺だってか、顔につぶがかくの。ちょっと汚いから、ちょっと離れてください。これ申し訳ない、うん、これはちゃんとね、謝らせてもらおうと思います。これ謝ってくださいよ、はい、もうこれはね、猫1億匹で1億匹で謝らせてもらいます、うん、もうこれは、堪忍しておくんにゃさい。おくんにゃさい。堪忍しておくね。ちょっとしょうもないこと言っても、はよ引っ込んでちょうだい。砂川捨て丸さんという人がやってた漫才の一節でございますが、こんなもんでもね、テレビやラジオとかインターネットはできないけど、こういうステージではなかなか味がある、明治の昔はなかなか悠長な時代でございました。それでは最後の今日のお歌は、この百貨店の店内だいぶ飾り付けになっておりまして、はい、今日はそのためにこの衣装。なるほどね、クリスマス、私はね、クリスマスになると私の実家ね、私のお父さんが社長だったから、いろんな人から、クリスマスケーキがいっぱいやってきて、もう積み重なって、それも今と違ってそんなに美味しいケーキじゃない、
美味しかったかもしれない。とにかく今みたいな生クリームじゃなくてバタークリームやったからね。ちょこっと食べたらお腹いっぱいになる。でもそのありがたい子供時代があって、今はどこからもクリスマスケーキの縁がないということになっております。足が当たったんでございますけど、でも楽しいクリスマスであってほしいですね。ホワイトクリスマス。